最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。よし、よしじゃねえよ。悪いな。つらありがとうございます。強すいません、紹介力なんで、勝たせていただきます。おい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 。終わり。いいんすか、そんな甘えた動きして。後手一だからね。これじゃん。強くれこれっすね。メッセンジャーやめてほしいな。うおー、挽回うわ、やば。さすがにね、さすがにあるぞ。10枚はあ、まあ、あるあるある。うわー。それあるよ。当然よ。死にさくせで、インタビューなんだよね。あー。よし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 。シロジン。はい。負けてるな、これはだいぶ。これはさすがにきちいや。モーニングパーソン。うっす。まあ、とりあえずで勘弁してくれるわ。あ、優しい。終わり。はいはいはい。え？どうしようかな。これ出さねえと勝てねえんだよな。出さないと勝てねえは俺からもはやこいつなんだけど、しかも。いやー、しょうがない。勝つために出します。はい。はい。終わりで。よし、了解です。3番目、まあ、さよなら。まあ、あるよね。さよなら。メイン様でハイパーか、うん、トレスでハイパーかで。はい。で、これ、どつきます。ぐわー。で、勝ったんで、はい。え、ピザ？え、ピザやばくね？え、だって、え、ピザ。ピザ。メイ。危ねえ。あれ危なくない。危なくないよ。クワさんアタック。それやばいやばいやばい。メイ様。で、回収したクワさんの効果でドローして、モーニンジョークワソン、トレスまで。まあでもいいや。俺今タデからこれ押したばっかり。これ取ったら勝つよ。え、うわ。うえ、止めた。止めたじゃねえんだよ。止めたけどどうすんだこれ。止めたけど負けるというか、止めたけどだよね、それ、うん、殴んねえか、普通に考えたら、まあ、インタビュー踏んだら負けに筋あるし、うん、そうだよね、うん、殴んねえわ。お、なんか終わり。いや、もうなんかいっぱい来ます、6枚ぐらい。いや、終わってるんで。そう、暗いハンプティーロビアだ。うわー、やばーい。はい、1位。はい、1位。はい、終わり。はい、ドロー。よし、じゃあハイパーか。ああ、2点。ああ、ピースバディレピアー。おー、中最強ぶんたくりゃ。最初はグーじゃんけんほい。ギリ。なるほど、マジギリ。そんなに、しょうがない、これはモテる気がしねえ。終わり。はい、ドロー。ドロー、ビアンデ。なるほど。はい、よし、ドロー。もうビアンデを加えてくるやつにこれを出すことないよ。終わり。そうだよね、うん、ドロー。うんうんうん。ハイパーか、ハイパーか、うん、2点。なるほどね。終わり。なんかそれっぽいことをされてるからね。まあまあ終わり。はい。いや、なんでこれをしたかっていうと、はい、このターンにこうしようと思ってて、あー、寝かせます。はい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 。寝かせ。あ、なるほどね。はい。で、ビアンド2点。よっこいせ。呪文が降りてない。終わり。どう俺。なるほどな。インタビュー打てねえのか。ちょっとやばいか。とりあえずこいつから頑張ってもらうしかないわけだしな。はい。で、ハイパーか。はい、どうぞ。で、まあ、チューズアタックかな。チューズアタックするとき、はい、はい。すごい、通ったよ。負けです。よし。打てないからね、インタビュー。そう。最初はグー、じゃんけん。はい。対面分からんから、ビヨンドゥは残すわ。なるほど。うん、だね、終わり。なるほどね。ってなると、ビヨンドゥいらないか。ジョジョノックか。はい。やばい。ガーッ。まあ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 、そんなもんそんなもん。ぐぐぐぐ。まあハムかな。終わりで。ちょっくりしょ。はいはい。まあまあまあ。当然ある。当然ある。うん。はい。ふっ。やべえ。おお、弱い。ついにトリスすらいなくなってる。何にもね。こちらも絶好調よ。ザメさん。グエ。え、もう。アンドバリ。はい。で、2枚引いて、これかな。ガシャを捨てて下入れて1枚だろう。はい。はい、ここね、なるほど。はい、さすがに引くと、まあ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 、さすがにね。ふぅー、はいはいはい、はい、はい、終了。一旦リソースかかるわ。よいしょ、4枚か。はい、終わり。で、うん、これは一旦俗に流していい。ぐわ、最悪。さよなら。どうラビシェクだけ残るの。本当に5枚か。で、終わり。うーん、普通に終わりだもんな、それ。うん、まあまあ、うん、はい、終わり。よくいしょ。シャコはいらん。ゾメンザン。よいしょ。コンパウン。はい。よくいしょ。こいつでいいかな。下入れて、1マナ、5マナ、ゴンパル。
回収。回収。うわあ、99引いた顔してる。下入れて1枚ドロー。ちなみにない。え、ない？ない。ないは勝っちゃうよ。どうしたこのデッキ？あるぞ。じゃあ終了時に新世界とズニさんの宣言だけして新世界で破ってこれ回収。面白い。でこいつは墓地に行って、はい、これを単にズニさんが出ます。一応ボンバーの場所と。はい。はい。でこれでなんかやばいの抜く。えい。うわあ、ちょっとやばい。で2枚ドロー。はい。よいしょ。よいしょ。終わり。じゃあ、はい、メイ様、はい、ここまで、こんはいはい、バーさん、おお、はい、アンティハムと、うん、メイ様まで、うんうんうん、で、バーさんまた、じゃじ、こっちのバーさんの効果でワンドローして、モーニンジョ、モーニンジョの効果でバーさん出して、うん、ドローして、ハム、メイ、みたいな、あれ？すまん、勝った、あれ？あざました、まあ一応これはいるけど、はい、まあブロッカーこれ。なので強すぎだろこれ。えデッキ強嘘だろこれ。負けた。はい、というわけで今回紹介するのはこちらリースドリームメイトということで最新版持ってきました。今の環境をもう本当に上位を暴れ散らかしてるもう最強のリストがこちらって感じです。まあ、広島でも鳥と一緒に大暴れということでね。はい、ということで今更ねこの辺解説したところでしゃあないんで新しく入ったカードとちょっとプレイング細かいところだけ解説して終わろうと思います。と、はい、いうことで新規に入ったカードがこちらベビーセガレですね。はい、1マナ6000で相手が自身のマナゾーンのカードの枚数よりこそ大きくリーチをバトルに出すとき代わりにマナに置くということで前は 5000VT とかブルーインパルスとかガイアシとかその辺に対してこのベビーセガレがめちゃくちゃ刺さってくれるという話ですね。しかもメタとして機能した後マナに飛んでくれるので次のターンの自分の動きを促進してくれるってことでドリームメイト的にはめちゃくちゃ強い1枚となっております。今の環境だったらまあ4だと思いますよ。こいつのヤバいところは自分の単純に有効なことなんだよね。大体のメタカードって相手の単純だけだから、まあ、そこに対してねセガル君かなり強いと思います。うん、でまああとまさに言うことじゃないかもしれないんですけどまあ実戦でもあったんですが、まあ、モーニンジョプアソンアタックメイ様チェンジっていうこのプレイングですね。これはねマジで覚えておいた方がいいですね。行かれてるんですねこれ。はい、プアソンアタックするときにメイ様にチェンジしてからこのプアソンの効果使って新型のモーニンジョを出すと、まあ、もう一回プアソンが乗るっていうね。そこで隣にラピシフを添えるみたいなことができるので、これだけでね、プアソンの出た時とアタック時のドロー2枚プラスでクリーチャー追加で出せるプラス、うん、で本来プアソンがダブルブレイク行く予定だったんだけど1点で済むっていうのも、そうそうそう、ね、ダブルがね1点で済むがね、うん、かなりでかいですね。プアソンのアタック時に色が少ないからここを経由してアンティハムとメイ様みたいな出し方をすることがかなり多いんですけど、うん、そうするときにプアソンダブルブレイクだとガードサイクとか変なトリガーとか強化率が高いんですけど、そこに革命チェーンすると1点でいいよってことでね、これも素晴らしいポイントっすね。そうっす。なので結構皆さん手なりで例えばプアソン出てる時にプアソンで出せるカード拾ってこようとしてトレジャー待って気軽にラビシェフとか持ってくる場合あるんですけど、そういう時にこのイザナイメイ様を持ってくるっていう選択肢をちょっと頭の中に入れてください。なんなら多分大体の場合イザナイの方が強いっす。なぜならイザナイを寝かせて単種領主にラビシェフを出せばいいからですね。じゃあこれの恐ろしいところはあのメイ様の数だけ同じことができるんですよね。そうだそうだね。殴るメイ様、もう一回プアソン出してもう一回出てくる、もう一回チェンジするっつって、ね、ういーみたいなあるから、まあいきなり7点揃うとかもあるんで覚えておいてください。てかまあそんなもんですね。ドリーメイトはあの個人的にはかなり評価してるデッキなのでぜひ皆さん使ってみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。